者芸人のしゅんぴーです。青のあかねです。今回はなぜ人に陰謀があるのかを医学的に解説します。はい、ということで、僕がですね、人間になぜ陰謀があるのかをしゅんぴーが解説します。お願いします。はい、髪の毛は紫外線とか外周から守ってくれるとか、眉毛は汗から守るとかあるんですけど、うん、確かにデリケートゾーンとかいらないんじゃないかなって。今 VIO とかも流行ってますもんね。確かに、うん、なかなかこうパッとは想像しづらいっていうのはありますけど、うん、まあ、陰謀にもやっぱり大切な役割があります。はい、まず一つ目はバリア機能。細菌の感染を防いだりとか、はい、まあ、性感染症、いわゆる性病ってやつを防いだりとか、まあ、そういう効果があります。やっぱり陰謀が、ね、ないとね、性病にかかりやすかったりとか、そういうデータもあるらしいので、まあ、デリケートゾーンだから一番守ってあげないとっていう感じですかね。ですね。2つ目はですね、毛布のようなクッションの役割をして恥部を守る。なるほど。まあ、これもさっきのにちょっと似てるんですけど、うん、やっぱりこう陰謀があることによって、うん、ない状態よりもこう傷つきにくくはなるよね。確かにそうですよね、うん、ないと確かにダイレクトにこう伝わってきそう、痛そう。そこら辺ってやっぱりちょっとこう髪の毛とかと一緒の感じじゃない？やっぱりそれがね、クッション緩衝材になることによって、うん、ちょっと痛みだったりとか、そういうのを和らいでくれるっていう役割があると言われてます。うん、3つ目ですね、フェロモンを保つ役割がある。お、これはですね、はい、人間っていうのは、まあ、恥部だったりとか局部からフェロモンが出るっていうふうに言われていて、これは 何かっていうと、はい、汗腺、汗が出る腺、分泌する腺っていうのがあるんですけど、エクリン腺とアポクリン汗腺っていうのがありまして、はい、エクリン腺っていうのはこう体中にあるようなもの、そうそうそう。で、アポクリン汗腺っていうのが脇だったりとか、うん、陰部だったりとか、ちょっとこうデリケートな部分に多いようなところで、そこから出る汗っていうのがいわゆるこうフェロモンというか、うん、特有の匂いを発する汗っていうふうに言われてるんですよね。なるほど。それをすぐにこう風で蒸発させないというか、はいはい、陰謀によって引き止めてフェロモンをこう保つみたいな働きがあるっていうふうに言われてるんですよ。あ、なんか生殖能力がありますよみたいな、そうだと思う。異性にこう伝える表現みたいな感じですかね。あ、でも本当にそうかもね。ちょっと求愛的な感じなのかもしれない。でも、まあ、昔は結構本当に洋服とかもない時代とかって全裸で、はい、どんな昔だだから昔だけどね、洋服がないからダイレクトにこう匂いというか発するっていうことですかね。それがやっぱり残ってるというか、昔のエンジンとかなんかすごい体毛あるイメージだから。確かにわかんない、こう猿から進化するに従ってみんな体毛あるのに、やっぱりこういうところの体毛っていうのは薄くなっていって、脇とか陰毛とか髪の毛が残ってるってことは本当に部分的なところだけ、やっぱりそういう意味があるんじゃないかなっていう。なんかどんどん進化するんですかね、さらに。だからそうじゃない、だからもう髪の毛とか、髪の毛は大事か。髪の毛はありますよね。確かに。だからより一層この後なくなっていく毛が出てくるかもしれないから、まあ、薄い、元から薄い人もいますもんね。確かにね。4つ目が性行為ができるようになったっていうことを視覚的に認知させるっていうような。なるほど。なんか第二次成長の時に、うん、うん、まあ陰毛とか脇生えますよね。そうですよね。そういうことですね。普通何歳ぐらい？俺は小学校の終わりぐらいから陰毛が生え始めたような気がする。多分平均的には女性も9歳10歳ぐらいかな。でも女性の人も、はい、まず陰毛が生えてから子供が産めるような環境っていうふうに、うん、発達していくんだよね、確か。子供が産めるような体になっていくというか、女性ホルモンがみたいな。そう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 。だからそれが40歳ぐらいとか50歳ぐらいになってくると、生殖機能っていうのがこう、まあ、低下してきて、で陰毛の方も40歳50歳になってくると薄くなってくる。そういうのを考えると、はい、やっぱりこう生殖機能があるっていうことを表現するじゃないけど、視覚的に分からせるっていうような働きがあるのではないかっていう。なるほど。まあ推測的なねところもあるのかも。まあいろんな説があるってことですよね。あとはね、5つ目としては感覚機能を保つっていうような役割。おお、感覚機能を保つ。例えばこう生えてるヒゲとかってちょっと触られてもヒゲのおかげで察知できたりするわけですよ。なるほど。虫とかも触覚でこう危険を察知するみたいな、そういうのと一緒で、ここに陰毛が生えてることによってこうより鋭敏に敏感に危険だったりとかを察知できるみたいな、そういう役割があるんじゃないかっていう。はいはいはい。毛質、もうちょっと違うじゃないですか。それってなんかあるんですか？確かに陰毛ってね、こう縮れてるのが多いもんね。なんかそれはですね、陰毛は縮れてることによって表面積っていうのを多くするっていう効果があるらしい。なるほど。その分稼いでるってことだよね。あ、じゃあもうその分すごい能力を発揮してるってこと。小腸みたいな感じ、小腸の吸収の重毛みたいな感じで、陰毛はもう小腸、ほぼありますかねほぼ小腸、表面積を多くすることによって多分こうクッション性を増したりだとか、フェロモンをできるだけ多くとどめるみたいな、多分そういうところなんじゃないですかね。すごいなんか人間の体ってよくできてますね。そうなんです。だから陰毛というのは神秘的で、やっぱりこうやって深く考えていくとちゃんとした意味があるんですよ。必要ってことですよね。そうそうそう。じゃあ逆に剃らない方がいいっていうことですかね。だからそういう面を考えたら剃らない方がいい。そうですよね。で今 VIO とか流行ってるけど、剃るデメリットっていうのもあって、だから今言ったやつの逆バージョンだよね。だからデメリット的にはクッション材がなくなるから傷つきやすいっていうのもあるし、あとは性感染症にかかりやすい。これ実際にデータとしてヘルペスだったりとか、ヒトパピロマウイルス HPV ってやつだったりとか、梅毒に陰毛を剃った人は 3,4 倍かかりやすいっていうデータもあるみたいなので。清潔にしてたとしても、何かしらのなんか目に見えない傷とかから入ってきちゃうってことですね。そう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 、感染しやすいんだろうね。毛で防げないし、だからそういうデメリットもあります。メリットとして言うと見た目的な問題だったりとか、なんだろう、清潔になんか難しいね。清潔には保ちやすいのかな。気持ち的な面が大きいのかもしれないですよね。でも正直デメリットの方が多いと思います。まあそこはあれだね、美容面だったりとかちょっと気持ち的な問題かもしれないですね。まあ医者的に言うと剃らない方がいいです。あかねちゃんはどうですか？剃ってますか？私は脱毛行きました。あ、そうなんだ、そうかそうか、やっぱ多いよね。まあ女性は特に気にしてるんじゃないかなって思います。痛みに耐えて、確かに発狂するんですけど、男の人めちゃめちゃ痛いんですよね。なんか正気麻酔をやりながらする人も、あ、そうなんだ。それをしないともう絶叫するぐらい痛い。あれしてないですか？いや、俺してない。したもんだって、お腹でもめちゃくちゃ痛かったよ。あ、お腹したんですか？お腹はした。脱毛してます。あとこの番組でも昔足やって、それめっちゃ痛かったわ。逃げ出すぐらい痛かったもん。いや、その濃ゆいところが本当に反応して痛いんですよ。あ、なるほど。だからその陰毛とか脇とかは結構集中してるから一番痛いっていうのは。なるほどね。もちろん VIO 流行っていますし、別に全然やっていいと思いますので、どっちを取るかっていうところだと思います。はい、ということでこのチャンネルが良かったら高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回、せーの。